モテキが作れる新野です。久しぶりにね、自宅からお送りさせていただいてます。今日は恋愛でも婚活でもめちゃくちゃモテないたった一つの理由っていうのをお伝えしていきます。こういう特徴を持ってる人っていうのは本当にモテないっていう人なんですよね。これなんですよ。人のせいにする人。人のせいにする人ってめっちゃ多いんですよね、実は。とにかくモテない人たちの共通点っていうのはこれなんですよね。今回は場が悪かったとか、タイプの人が来なかったとか、会話が盛り上がらなかったのは、相手が自分のことを全然聞いてこなかった、質問してこなかったとか、とにかくね、相手のせいにしまくるんですよ。何でもかんでもね。そんなことないじゃないですか。男女二人いるんだったら、この二人が仲良くなるかどうかっていうのは二人の責任半々だとしますよ、仮にね。それで、自分に全く非がなくて、相手にしか非がないっていう状態で仲良くなれませんでしたってことなんかね、ほとんどないんですよ。だってね、二人の間に話題があんまりなかったとしても、お互いの歩み寄りがあればそこそこいい関係になれたりするんですよね。それすらもなかった、相手のいい印象リアクションっていうのを引き出すことすらできなかったっていう人たちはね、絶対に自分に問題があるんですよ。人のせいにするっていうのは何のメリットもないんですよ。人のせいにすることがなぜダメなのかっていうのを3つの理由でご説明させていただきます。まずね、人のせいにしていると成長できないんですよ。自分のせいだなって思っていたら、自分こういう会話の運びが良くなかったなとか、この辺で面白い話をしとくべきだった、挨拶を爽やかにしとくべきだった、あ、どうも、はじめまして、あるのです、元気よく入っていたら、その後もハキハキ話せてたんじゃないかなとか、相手の印象もちょっと変わったんじゃないかなとか、相手に例えば間違えてですよ、体重何キロとか体重聞いちゃったとしましょうよ。それは良くなかった。体重とか聞くんじゃなくてね、すごいスタイルいいですね、なんかジムとか行ってるんですか、そういう質問にしときゃよかったなとか、言い回しの問題とかね、後で振り返りができるわけですよ。盛り上がらなかった原因が自分にあるなっていう風に自己責任にしてしまうとね。でもね、人のせいにする人っていうのは、相手が反応悪かった、体重ぐらいノリで答えればいいのにみたいなことをね、もし思っていたとしたら大間違いなんですよね。でもう一つが、言わずもがなですけども、印象がめっちゃ悪いですよね。その悪口、相手に対してね、直接言うとか陰口みたいな感じで他の人に言うとかね、実際にデートをした相手もなんか不満を持ってそうだなと思われたままね、終わってしまうっていうのは印象が悪いし、後で陰口みたいにね、相手のせいにするっていうところで愚痴を友達にとか言っていたとしたら、友達からあなたへの印象がめちゃくちゃ悪くなっちゃうんですよね。誰も得しない、人のせいにすることによって成長もできないし、他人からの印象も悪くなっちゃうんですよね。で、3つ目なんですけども、ライバルを育てる。どういうことか、なんでだってライバル育てるっていうことに繋がるのって思われるかもしれないですね。自分が弱くなるからなんですね。相対的にね、自分の方が弱くなるからなんですよ。本当は自分とね、同じぐらいの魅力を持っているライバルがいたとします。で、その人は別にね、陰口を言うこともなく、人のせいにすることもない人だと。でも自分はね、人のせいにするタイプで、会ってない人の悪口を言うわけですよ、皆さんに会ってる時にね。そしたら印象悪いじゃないですか。この人って私のことを他のところでも悪口言ってるんじゃないかなとかって思ったりするわけですよ。何でもかんでも失敗したことは人のせいにするっていうタイプなんだとしたら、この人と一緒に成長していけないなっていう風に相手に感じさせてしまうわけですよね。それは自分が弱くなってるってこと、すなわちライバルを育ててることになるんですよ。相対的に自分が比べられる側として価値が下がっていったら、相手の価値が上がっていきますよね。だからね、人のせいにするタイプの人っていうのは自分のことを守ろうとしてるんですよね。そして強く見せようとしているんですけども、逆のことが起こってるんですよ。自分が弱くなって相手を強くしてるし、自分の成長も見込めないし、誰に対しての印象も悪いっていう状態を続けちゃってるんですよ。これはね、損しかしないんで、自分がもし人のせいにする発言が多いかなっていう風に思われた方は直すようにしてもらいたいんですよね。人のせいにするっていうのが口癖とか習慣として染みついてしまったら、なかなかこれね、取れないんですよ。自分の非を急に認め始めるっていうのも、プライドが邪魔したりするっていうのはね、なくはないし、気持ちは分からなくもないんですよ。今まで自分を強く保とうとしていた言葉の鎧で固めて自分を強く見せようとしてたところを、一気に丸裸にされるような気持ちになるかもしれないですよね。ただ一つ言っときたいのが、丸裸になった方がかっこいいですよ。女性から見ても男性から見てもね、かっこいいんですよ。自分の地に足つけた本当の姿、本当のレベルっていうのをさらけ出して、こういうところ悪かったな、こういう風にしていこうっていう風にポジティブな言葉を発するんですよ。そしたら周りの印象って常にいいまま、皆さんはネガティブなね、人のせいにするっていう考えを捨てることができるようになるんですよね。皆さんもしちょっとでも参考になったなって思った方がいらっしゃったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ツイッターもね、ちょくちょくつぶやき始めてるんで、ぜひフォローお願いします。ということで、アディダス。